じゃじゃん。本日お店定休日です。ちょっと暴動が今めちゃめちゃ来てるんですよ。見てくださいこれ。今もう飛ぶ鳥落とす勢いの3ディメンションのね、シェイパーエイシンさん、エイシンシェイプさあ、やばい板が続々とお店の方に仕上がってきております、ということで、こちらのちょっと今日ラックをね、ちょっと皆様にお見せしたいなと思いまして、見てください、このサーフボードの在庫量。まあこちら側はほぼねフィッシュになってますね。だいたいうちの売れ筋フィッシュかなりいいんですよね。で、日本フィッシュ、これ僕の過去動画でも、ちょっと載ってる動画あると思うんですけど、大会で優勝したボードですね。あれ、これ日本フィッシュ？あ、これちょっと日本じゃないんですけど、ちょっと日本からの派生のちょっと違うもうオリジナルですね。ほぼオリジナルボードですね。モデルはもうないです。もうそういうスタンスですね、エイシンさんはね。あなただけの一本削ってくれます。はい、あ、そうそう、ちょっとですね、これも今回ゲットしました。ちょっと前からずっと、もう前そればっかりやんって思う人もいると思うんですけど、フリーダムリーシュ、今回ね、ちょっとこの見てください、このアラウンドっていうやつですね。オールラウンド仕様です。かなりぶっとくて、なんかね、こっちだとね、この内側がめちゃめちゃ雰囲気良くてたまんねえなって感じなんですよ。ちょっとやばいですね、これ。ちょっともしハードコンディションになった場合、これ出してきますんで、はい、これ使っていきたいと思います。で、ワックスも僕今回 FCS 持っていこうかなって感じですね。ちょっと全日本に向けてワックスオフして、ワックスもワックスオンして、やば、並んでる、あそこ白いボード、それはそれでかっこいいな、やっぱ。あ、カラフルもいいんすけど、またその反対側にこうクラスティック。で、エイシンさんフィンもね、独自のフィンなので、横から見るともうたまんないっすよね。半端じゃない、半端じゃないっす、エイシンさん。じゃじゃん、じゃじゃん、まさかの、見てください、
全日本激励サーファーズナイってことでありがとうございます。頑張って、ありがとうございます。まあこのね、お店からの応援はね、もちろん、うち選手3人いますんでね、皆さんでちょっと使わせていただきたいなと思っております。いやこれもね、お店そしてお客様あってのことだと思ってます。ありがとうございます。この場を借りてお店そしてお客様にありがとうと伝えます。感謝します。ありがとうございます。こちらこそ感謝します。なんかおかしいな。じゃあ、俺が言うんだよ。なんか2人がありがとうございますって言ったとちょっと違うんで、まあ、ありがとうという思いを込めてちょっと僕から感謝します。こちらも感謝します。行ってきます。ドンドンじゃないんだよな、だから。じゃじゃん。ついにね、明日福島に、向かう日となりました。結構ね、ちょっと今回機材とかも持ってくかなーって感じで準備したら何かと結構パンパンになっちゃいましたね。もしかしたらちょっと明日怒られちゃうかもしれないですけど、まあでも椅子とか、まあ持ってくだけ持ってこうかなって。はい、これはですね、実はポンチョなんですけど、これね開けるとポンチョになるんですよ。でこれね枕用にしてあります。明日ちょっとね道中長そうなんで、これ首に巻いてね、ちょっとリラックスモードで動画編集しながら行ければなと思います。とりあえずね、明日は僕は午前中ちょっとだけ仕事して、そのままね福島に向かいたいと思います。まあこの中にはね夢と希望を詰め込みましたんで、はい、まあ YouTube 見ながら皆さん応援していただけたらなと思います。はい、ではおやすみなさい。